なんか10時まで寝る予定だったのが9時ぐらいに目覚めました。ということでちょっとメイクしていきます。こんにちは。おメイクのお時間です。まあ今日は舞台の稽古なんで、みんなに見せられるぐらいの顔にすればいいんでね、そんなにがっつりやらないんですけど。こんにちは。そして今日のお供はむくみを取るキリートレモン。なんかいっぱい寝たらめっちゃむくんでた顔なので、ちょっとむくみ取れたらいいなっていう望みを持っています。日焼け止め塗ろ。こんにちは。みんなこんにちは。今日から今週が始まったって人も多いのかな。頑張っていこう。今週はね4日間だから平日が、頑張っていきましょう。こんにちは。かわいい、ありがとう。免許の更新に行ってきます。お、行ってらっしゃい。大事だからね、免許の更新。免許執行するとめんどくさいんでしょ。大事だよね。よいしょ。下地どうしようかな。これでいいか。こんにちは。今日はねこの後午後から稽古なんですけど、ちょっと稽古までにね台本を覚えなきゃいけないので、これが終わったら台本を覚えます。頑張るポン。こっから本番まで基本的に毎日稽古かな。こんにちは。1日ぐらいどっかで休みあったような気がするけど、ちょっと忘れちゃった。こんにちは。休みは何してんの？最近休みがないから何もしてないんだけど、でも引きこもることが多いかな。なんかさ、そのなんだろう、普通の社会人の人みたいに週2で休み、完全週休2日制だったら多分遊び行ったりとかしてると思うけど、不定期だし、ほんと月数回休みある感じだから最近、ありがたいことに。だからもう
家から出たくなくなっちゃうんだよね、久しぶりの休みとかだと。最近引きこもることがちょっと多いですけど、ゲームしたり動画見たり料理するかな。でも最近休みがあると料理がさ、ストレス発散だから。私こんにちは、あと昨日前髪切りました。前髪切った。でもさ、次一日でも休みあったら弾丸でユニバ行こうと思ってたけど、多分こ次休み できてもそんな元気ないだろうなと思う。でもマジでユニバ行きたい。今ハロウィンやっとるし行きたいですね。こんにちは。半年かけて料理選抜もある。ああ、それはさ、もうあの選考に落ちたんで関係ないです。私残念でした。私の料理の腕では料理選抜に入ることができませんでした。残念。こんにちは。もっと料理磨きます。昨日鯛めし作ってみて。おー、いいですね。こんにちは。今週ディズニーには行ってくる。うわ、いいな。なんかでもディズニー今混んでるんでしょ。ちょっと嫌になっちゃった。行きたかったけど混んでるの嫌になっちゃうなーみたいな。人酔いしちゃうから。私でもこの時期ちょっと涼しくなってきてさ、外で並ぶのも苦じゃなくなってきたから、遊園地日和だよね。この一番いい時だと思う。こんにちは。なんか昨日めちゃくちゃディズニー混んでるみたいなやつ見たよ、ネットで。マジかよ、めっちゃ並んどるって見た。でもユニバに一日休みできたら弾丸でユニバに行くよりさ、ディズニーの方が現実的ではある、移動距離も含めて。でもさ、ユニバに行きたいんだよな。ユニバがもっと近かったらいいのにな。ちょっと大阪って遠いよねと思っている。ちょっと遠いんよね。こんにちは。今日耳かけで行こうかな。こんにちは。今日で3連休終わりだよ。昨日で終わりじゃない ?3 連休。今日から平日だから。主権で主権さん、こんにちは。ありがとうございます。ただいまお顔を作っております。こんにちは。ふと思ったけど、マジで仕事の時以外メイクしないね。休みの日全然メイクしないや。すっぴんで出かけちゃう。休みの日その友達とかメンバーとかとさ出かける時はメイクするけど、なんか一人でポッて出る洋服買いに行くとかさ、
なんか買い物行くとき絶対メイクしないね。めんどくさいんだろうな。めんどくさいんだろうね。よし、お肌が綺麗になったよん。今日は暑いですか涼しいですか。今日は暑くなるみたいですね。昨日と同じ感じで、昨日も朝だけちょっとお涼しいかなっていうトラップだけで、午後とか暑かったみたいですね。私はちょっとねずっと稽古場に缶詰だったんで分かんないんですけど、夜そんなそこまで涼しくならなかったのでね。そうだから今日は暖かかったんだな一日と私感じましたよ。てか部屋がもうねちょっとあったかくなってきてるからね、今日は多分あったかくなりますな。もうすでにちょっとあったかいです。この前部屋寒かったもん。おおいい時期が来たと思ったんだけど、またあったかくなっちゃう。嫌だね。さえはもう涼しくなってくれていいと思ってるんだけどね。マジでこのぐらいのさ肌寒って時期がさえは一番好きなのよ。もう寒すぎだろうって言ってる時が一番楽しい。てかマジ冬大好き。まだ半袖を片付けられない。でもさ正直さ、さえたちさレッスンとかはさどの時期でもめちゃくちゃ暑いからさ、別に冬でも半袖は片付けられないんだよね。レッスンの時は着るから、そう外に着なくなるだけで、あんまねこう関係ないのよ。半袖は衣替え来ない。どの一年中どの時でも使う。こんにちは。でも服装そんな困んなくない？この時期別に上着羽織っとけばさ、室内があったかかったら脱げるしさ、外寒くても上着着てるからあったかいし、そんな困んない気がする。別に上着一枚羽織ればいいだけなのでは。体温調節できる服にしておけば全然問題ない気がする。言うほど困らないんじゃない。 YouTuber 最近忙しすぎて全然上げてません。もうね無理。マジでさメンバー千織さんとかすごいよね。なんであんなできるん。マジで舞台の期間入るとマジで何にもできなくなっちゃう。舞台以外のこといっぱいいっぱいになっちゃうんだろうね。こんにちは。よいしょ。そうそう上着一枚でね十分調節できる気がする。もうさここ最近パソコンさえ開いてないもんな。まずい。夏の間に開けたかった動画まだ残ってるし、ぼちぼち頑張ります。よいしょ。上着をなくすの意味がわからん。上着はなくさないだろ。管理どうなってんねん。物めっちゃなくす私でも上着はなくさないよ。大事にした方がいい。上着は服の中でも
値段が張るから、てか買えばいいのに服装困ってんなら買えばいいのに、どうして買わないんだ、買えばいいじゃん。こんにちは、よいしょ。すごいね、眠くない時にやる配信の15分はあっという間だね。昨日一昨日とかさ、眠すぎて15分が無限のように感じたけど、元気な時の15分は秒だね。だから昨日とかさ、眠そうすぎたよね、元気なかったもんね。確実に元気なかった。頑張って配信したけど、ちゃんと話してたんかな、あんまり覚えてないんだね昨日の配信。こんにちは。昨日お風呂上がってすぐ寝たな。昨日お風呂上がってすぐ寝たね。割と 1時ぐらいには寝ました。あのあとさ、10時半ぐらいだったじゃん配信終わったのが。そっから湯船使ったりして、まあ12時ぐらいになるでしょ。で頭乾かしたりして寝る準備しても1時ぐらいになるやん。1時に寝たね。もうなんかやりたいこといろいろあったけど、無理すぎてあの全てを捨てて寝ました。一旦寝ようと思って頭回らなすぎて。すぐ寝た。今日も早く寝たいですね。やっぱ早寝早起きしたい、その願望としては。なかなか難しいんですよね、これが。夜やるべきことを思い出したりして、うわーってなるからね。なんか昨日もなんか答えなきゃいけないアンケートみたいなやつあって、それを風呂の中でやってたらね、めっちゃ長湯してた。気づいたら超長湯して、うわっ眠いのに寝る時間削っちゃったと思って急いで寝ました。いやさ、7日締め切りのアンケート昨日来た、届いてさ、いやいやえみたいな、届いた時点でもう3日ぐらい過ぎてますけどみたいな、大急ぎで送りました。びっくりしちゃった。良い生活リズムを作ると物事がスムーズに進む。やっぱ言いますよね、やっぱルーティン化するの大事ですよね。その生活を無駄なこと考えなくてよくなるし、効率も良くなるし、有意義に時間使えるし。でもその生活リズムを確立するのがめっちゃ大変なんですよね。頑張ります。早寝早起き。舞台の稽古の期間はさ、毎日稽古時間が割と固定でさ、生活リズムをこう整えやすいんですよ割と。だからもうなんか私の努力次第って感じする。こんにちは。
だから頑張って早く寝ます。ついつい意味ない夜更かししちゃうんだよな。頭悪いなって思うんだけど。え、てかさ、ちょっとさ、今有意識自体なんだけどさ、なんか台本をね、全部持ち歩くと重たいから小分けにしてたんですよ。その小分けにしてた片割れがね、今ねどっか行っちゃって、さっきから探してんだけどないんだよね。え、さ、レッスン場とかに置いてきちゃったりしてんのかな。レッスン場行く予定今後ずいぶんないんだけど、どうしようかな。そう、どこに片割れ置いちゃったんだろう。片割れ、片方あるけど片方ないみたいな今状況で、どうやったかな。昨日稽古場にね行ってね、台本入れてるファイルを開いたらなかったんで、どこやったんだろうな、マジで。よいしょ。マジで謎なんだよ。ちょっと一回探すわ。布団の中で台本読んだこともあるけど、布団の中にはないし、これも違うでしょ。ここにもないし、布団の中にもないでしょ。カバンにもないんだよな。マジでどこやったんだろう。こんにちは。なくしちゃったなくしちゃったんだよね。どうしよっかな。まあもうセリフ覚えたページだからどうにかなるんだけどなるっちゃなるんだけど、ないのは困るやんね。レッスン場に置いてくるなんてことあるかな。レッスン場で一回開いたかな。開いたような気がするし、開いてないような気もする。本当に記憶がない。もう一回後で探そう。どこやったんだろうな。こんにちは。ダンスとか覚えるのは遅い方です。めちゃくちゃ遅いです。メンバーで最遅と言っていいぐらい遅いです。こんにちは。でもなんか運動神経がいい人とか、もともとダンスやってた人はそれは早いけど、そうじゃない未経験の人でも運動神経がいい人とか、なんかダンスのセンスがある人は覚えるの早いイメージ。でも運動神経いい人マジで覚えるの早いんだよな。体が動けるからだろうね。すごいなって思う。そう、こんにちは。ダンスもともと経験してた人はさ、運動神経うんぬん関係なく覚えるの早いけど、もう基礎があるからじゃない人の話ね。すごいなって思う。こんにちは。
まあ傾向ですけど、その例外なく全員が当てはまるかっつったら別ですけど、よいしょ、こんにちは。いや別に台本の電子ファイルは持ってるんで、で持ってますよ。こんにちは。でも台本どこやったんだろうな。なんでこんな狭い家の中でなくすんだろうもの。マジいつも思う。なんかさ、何部屋もあってさ、もうなんかさ、すごい広い家だったらなくすのもわかるんだけどさ、こんな狭い部屋でさ、物なくすことなくない？普通。不思議でならないんだけど、どうなってるんだ、さやは。不思議でならない。でも前回稽古行った時、どのカバンで行ったかな？今のリュックじゃない気がする。で、あのカバンで行ったとしたら、あのカバンを使い終わって一旦物をガサってどっかに出して、その時に台本が挟まってたのかな、どこやったんだろうな、謎だわ。迷宮入りしそう、迷宮入りしそう。完全に見つからなかったらまた印刷してこよう。意外なところで見つかる。でもさ、台本ってさ結構でかいのよ。だからさ、その隠れてるわけないんだよな。でもたまにさ、どう考えても視界に入ってんのに見つけられないといけない。あれマジで不思議じゃない？それさ、エアコンのリモコンがなくなったと思ってめっちゃ探したら、めっちゃ目の前にあったことあったもん。あの人間の無意識のうちのあの視界から認識できないあの時間、あれ何なんだろうね。マジで不思議。いつも視界に入ってんのに物として捉えられない、あの不思議な時間、あれマジで謎だね。こんにちは。ちょっともう一回台本探してこよう。カバンの中見てくる。探せ探せ。ないんだよな。なんでかな。どうしてなんだ。こんにちは。なんでかな。マジでどこ行ったんだろう。この書類の中にもないし。よいしょ。やば。三脚落とした。こんにちは。なんでなくなっちゃうんだろうな。ここにもないし、困り果ててる。むむむむ。困ったなマジで。
カバンの中にないんだよ。不思議です、不思議。もうね、みんなが書いてくれてるところは一通り探したんで多分ないです。だから別にいらないです、大丈夫だマジで突拍子もないところにあるんだと思う。だからみんなのアドバイスコメントは大丈夫、ありがとう。こんにちは。どこかな、ガチ困るガチ困る。入れてたはずのポーチに入ってなかったんだよね。それが一番怖い。見つかんないとき、ほんと見つかんない。そんな、うわやばい、今日めっちゃ手むくんでる触ってわかる手のむくみ、今日めちゃくちゃむくんどるわ、びっくりびっくりびっくり。こんにちは。こんにちは。そう、見つからないときまして永遠に見つからんで、探しないときに出てくるんだよこれ。ねえ、あるあるだよね、ほんまに。なんかさ、こういうやつにさ台本セットが入ってるんですよ、まあ、楽譜と台本とみたいな。まあ、片割れはあるんだけどね、もう片割れがないんだよ小分けにしてた方がね、ないんで。でも稽古場に置きっぱにしてきた可能性もあるから、稽古場行ってからもう一回探そうね。そうします。こんにちは。ということで皆さん、お昼時ですのでね、なんかお昼ご飯とか食べながら見てください。みんな何食べるんだろう。さえはね、9時ぐらいに朝ごはん食べたからね、ちょっとまだお腹空いてないんですよ。あとちょっと今痩せなきゃいけないんです。だからちょっと我慢しようかなって、思っているところですね。こんにちは。トメさん、ギフトありがとうございます。
マック食べながら見てる。最高やん。武道館婚の時に持って行った余ってたお菓子あるじゃん。かわいい。武道館婚の時遠足みたいな感じやん。お菓子持ってってかわいいんだけど。でもわかる、ちょっとさ、なんか遠征まで行かなくてもちょっと移動する時とかにさ、移動用の食べ物買って結局あんま食べないみたいなことよくあるよね。無印のご飯にかけるユッケじゃん。そんなのあんの、うまそう。カレー、カレーいいな、カレーいいな。カレーとかさ、常に食べたくない？カレーの匂い漂ってきたらどんな時でもカレー食べたくなる。昨日カレー食べてたとしてもカレー食べたくなるもん。まあ、昨日カレー食べてないけど今、私は。じゃあでも最近、あのネパール人とかがやってる本場のカレー食べてないから食べたいね。定期的に食べたくなってくる。そう、チーズナンとラッシーもセットで。こんにちは。ほぼ毎日中身が同じの手持ち弁当いいね。でもなんか人間がっていう言い方よくないけど、人が作った手作りのものってなんか幸せな気持ちにならん？あ、お仕事行ったらしちゃい、こんにちは。運転しながらカレーパンかじってる。うわ、待って、ねえ、カレーパン食べたくなっちゃった。でも最近カレーパンブーム一旦落ち着いた気がする。私の中のカレーパンブームが一時期マジでカレーパン、パン屋さんで絶対カレーパン買うぐらいカレーパン好きだったんですけど、最近ちょっと落ち着きました。もうダメだ、このアイラインは寿命出ない。もう一本ここにいたはず。えい、ちょっと取れない。これじゃない。これか、これだ。メイベリンか、メイベリンやっぱ書きやすいな。よし。高校の修学旅行の時に出会ったカレーパンに最近また再会して近く通るたび買ってしまう。なんかさ、そういう思い出のパン屋さんみたいな、いいな。なんかさ、よくさ芸能人とかもさ、なんか学生時代この商店街ずっと通っててこのお店行きつけなんですみたいなさ、そうあるじゃん。そういうのないんですよ。高校の時行きつけにしてた商店街とか店とかないからさ、そういう青春の思い出みたいなないから、なんか羨ましいなと思う。いつもそういうのテレビで見るたびに。学生時代行きつけだった店なんてものはない。悲しくなってくるね。
いいな、そういうそういう青春したかった。セリン選手、川柳何書いたの？内緒。さあ、そろそろ配信終わりにしないと、さや遅刻をするな。台本まで覚えてないし、やばいやばいやばい。じゃあぼちぼち顔もまあ出来上がってきたということで、あとリップ塗れば完成なんで、歯磨きしたらリップ塗ります。こんな感じで急に顔できたわ。今日はこれで頑張っていきます。ランキング読みます。13位としくんありがとうございます。12位かのんさんありがとうございます。11位あきふみさんありがとうございます。10位ひのにゃんまるさんありがとうございます。9位おろろさんありがとうございます。8位とてもきんけいさんありがとうございます。7位やちさんありがとうございます。6位ばいこぞうさんありがとうございます。3位とも、あ違う、5位ともちさんありがとうございます。4位ピアノマンさんありがとうございます。3位はさっぴさんありがとうございます。2位やちさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。イエーイ。ということで今日の顔はこんな感じ。頑張っていきます。みんな今日も頑張っていこう。バイバーイ。